はい、ユッキーです。ですね、ダイソーの、昆虫マットと、クヌギ伝説でですね、幼虫が無事に孵化した、卵をね、入れて、あれから約2週間ぐらいかな、経ちました。ですね、おそらく、卵は孵化したと思うんですが、現時点で、だいたい孵化したのが、9月の6日ぐらいなの、5日と6日ぐらい。で、それから孵化してからだいたい1週間ですね、経ったんで、生きてるか生存確認ですね、していきたいと思います。下手したら死んでる可能性すらあるんでね。怪しいんです。まあ、だからここにね、ちょっとね、ぶちまけたいと思います。それでは、てや。結構ね、水がね、水気がかなりあるのと、ちょっと水分含ませすぎたかなって感じはするんですけどね。で、あと、ちょっと見るとね、ちょっと白いね、カビのようなのが結構生えてます。で、こちらのカビがですね、まあ、カブトムシの幼虫には特に影響はないらしいんで、とりあえずほっといたんですが、生きてるかな。下手したら死んでる可能性すらある。こちらはクヌギ伝説ですね。こちらはクヌギ伝説のマットですが、いる ?2 匹卵を孵化してると思うんですけど、下手したら2匹ともお亡くなりになっている可能性すらありますね。いないぞ。まさかいないなんてこと。あれ、死んだんじゃないか。ダイソーのクヌギ伝説。死んだ?クヌギ伝説の伝説。伝説は一体どこ行ったんだ?伝説の昆虫マットだというのに。あれ、本当にいないな。え?マジでいいね。卵どころか、卵の形跡すらない。いや、幼虫は多分孵化したとは思うんだけど、孵化してそのまま、星になったかもしれんな。これはちょっと見る限りですが、いねえな。本当にいない。星になったかもしれん。嘘、こんなはずじゃなかったのに、なんか原因がなんかあるかな。なんか、見る限り一匹もいないですね。見る影がない。見る影もないですね。あれ?なんか水分含ませすぎたとかそういうことかな?それともこの菌が原因で死んだ?それともこのマット自体が、まあ、2チャンネルで調べたところによると、このね、この、なんだ、クヌギ伝説っていうマットはね、あんまりよろしくない。そのまま卵の状態で、卵から、孵化させて、入れるマットではなくてですね。いわゆるちょこっと成長して3例幼虫ぐらいでかくなってから、
これに切り替えるのがいいらしいんだけど、とりあえずいないですね。孵化に失敗したのか、何なのかはわかりませんが、少なくとも、そのまま星になったのかな。星になった可能性はありますね。うん。見る限りだと、存在しませんね。まさかの星になった。まさかの星になってしまった。その名の通り星になってしまったかもしれない。これは参りました。ちょっと水分多すぎたんかな。わからへんけど、まあ。とりあえず、生存2匹入れたはずなんですけど、両方とも。お亡くなりになったと。マジか。これはちょっとショックやな。ちょっとショックです。なんとか、クヌギ伝説っていう割には、全然伝説じゃない。ワンチャン伝説じゃないのかもしれないですね。所詮伝説なんていうのはなかった。そんなものなかった。みたいな感じなんですかね。マジか。じゃあ、こちら、もう一つの、ね、方も開けますけど。水分多すぎたんかな？わからん。マットがクソだったのかもしれんし。マットがクソだったっていう可能性もある。でもそうなったらもう、はっきり言って、買ったマット無駄やで。こちら。これは昆虫マットですね。昆虫マット。という名前のダイソーの昆虫マット。です。よし。こちらは、果たして。いや、こっちは多分大丈夫やと思うで。俺だって裏から確認してた、ちょくちょく確認してたけど、こっちは割とでかい幼虫がいたはずや。でね、こっちもね、かなりね、黒いマットなんですけど、白い、カビが結構生えてます。こっちはさすがにいるやろ。なあ、いるよな。頼むぞ。あれちょっと待って。あれカブトちゃーん。これいなかったらもう企画終了やで。どっちが育つのかっつって、両方死んでたみたいな。なんだこれ。気のせいか。あれいない？あれ本当にいない。あれ？あ、いた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 。あれいないとか言って。いた。発見しました。こっちは無事に。生きてますね。こちら。まあ、若干小さいですが、まあ、まだ生後1週間ぐらいなんで。まあ、こんなもんでしょう。あれでも一匹しかいない。もう一匹は、死んだんでしょうか。あれ？本当にあと一匹いないですね。一匹しかいない。もう一匹死んだかもしれん。もう一匹死亡ですね。多分。
なんだよ、おい。こっちも2匹中1匹が死んでんのか。もうちょっと考え直すべきか。それともやっぱりちょっと実験、割と実験でもあるんで、また卵買いますかね。まあでも無事にちゃんと生きてるんで、のが分かりましたんでね。まあ。卵、まあ4匹欲しいんで、個人的にはね。うん。なんで、とりあえずね、1匹生きてたんで、で、残り3匹が多分死んでるっぽいんで、孵化失敗したのか何なのかは分かりませんが、発疹になってしまったようです。まあ残念ですが、この結果はまあ、まあ結果ですね。ちょっと分かりません。うん。俺の飼育の仕方が悪かったのか、何なのかは分かりません。いないよね。もういないですね。はい。もう、一匹の方は、この生存している一匹の方は、大事にね、大事に育てるために、こちら、じゃじゃーん、このでかい方のね、飼育、こっちもかなりカビ生えてんな。大丈夫かな？かなりね、見た感じ、カビが生えてるんで。よいしょ。まあ、乾燥させすぎも悪いんですけど、いや、湿らせすぎも悪いと。こちらですね。かなりカビが生えております。ほら。特に問題はないらしいんですが、実際のところ、まあ、当然、カブトムシの幼虫っていうのは、まあ、いろいろググったところによると、まあ、カビと共存して生きていると。で、さらに、そのカブトムシの幼虫はですね、かなりカビに耐性があるらしくて、ですね。うん。かなりカビ耐性があるという話を、まあ、まあ、ググったところによると、そうらしいですね。まあ、なので、まあ、多分大丈夫だと思います。うん。まあ、ただ、まあ、水分は割と、ね、まあ、当然重要なんで、霧吹きはまあ、とりあえず湿っているぐらいで、見た感じで湿ってるぐらいに、ちゃんと水分はやっとかないと。まあ3日に一遍ぐらいこうチェックして、で、まあ水分を補う感じでやるのがいいかな。でもそれにしてもかなりカビてますね、本当に。うん。ちょっとだいぶ
こっちの方はずっと放置したまんまだったんで、こっちに何も入ってないんですよ。ただ、あの土だけ、玄関のあたりに置いといて、ずっと置いといた感じなんですけど。ちょっと水分をだいぶ少なくなってるんで、水分を補給してから、このね、残りの1匹はね、入れてあげたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。